ふいす。ファンの皆様、こんにちは、こんばんは。アンチのお前ら、今日もよろしくな。レイです。シュワシュワシュ。今回はね、50代前半の美魔女の、方とマッチングをしましてね、アプリの方で、ペアーズの方でね、マッチングしまして、で、LINE のね、やり取り、してみました。非常に覚えてるから皆さん、わかんない人は過去の動画見ていただいて、不思議な質問というか、失礼な質問をしてきた、女性です。あなたの目的は何ですかみたいなね。やはりね、ちょっとね、LINE してみてね、非常に素性がわかりまして、某大手、有名なね、企業の、企業に勤めてる女性の方で、まあ、初婚で未婚で、まあ、子供ももちろんいないという形で、なんでこの人が、結婚してないかっていうのがね、非常によくわかりました。まあ、多分頭のいい方で、高スペックな方なんですけども、人間味がないです。LINE の内容とか、一文字というか、一文、文章が、ね、あったかさがないっていうね、女子力ゼロみたいな、本当事務的な、手続きをするかのような、内容になってまして、ちょっとね、向こうが送ってきたものっていうのは、まあ、全部見せらんないんだけど、こうやって白が空いてね、緑が俺の方なんで、まあ、長文で、いろいろ書いてきていまして、で、なんていうのかな、最初はまあ初めまして、普通にペアーズのなんとかですっていうことで、で、ね、こちらのハンドルネームを言って LINE 間違いないでしょうかって、ここまでいいんですよ。で、まあ、こちらこそよろしくという形で言ったんですが、簡単に自己紹介しますって、まあ、これもいいんですよね。短文で。で、あなたのことを知らないんで、全く知らないんで教えてくださいみたいなね。ちょっとここの辺からあなたとかっていうね、俺名前ここでもう言ってるんで、普通の名前でなんとかさんとかっていう形をね、取る方が多いんですが、あなたという形で来るというね、本当に非常に事務的な形になってまして、で、まあ、自己紹介したところ、だらだらメールするのは、好きじゃないと、会って話したいということを言ってきたので、あ、じゃあいいですよ、こちらもだらだらするメールは好きじゃないんでということでね、だらめは嫌いなんで会いましょうって言ったところ、非常にすごい、もうね、何の絵文字も入ってない句読点だけのねもので、本当に文章という形のもの、事務的な文章という形のもので、内容が返ってきまして、そのさっき長文になってたでしょ、あの文章をちょっとかいつまんで読み上げると、夜の都内でね、夜食事したいですと。で、向こうから言ってきたんですよ、向こうからね。で、食事代は出せないですが大丈夫ですかと、もうこの時点で、前提で、お前が出せよということを言ってるわけですよ。彼女の方からこの男の方に出せと。で、食べに行きたいお店は私が決めても大丈夫ですか、大丈夫なら、2人分の食事の予算を教えてくださいと。予算これ何しに行くの俺っていうで、向こうが決めた上に予算まで教えろというね、予算をね、で、待ち合わせは店の中で待ち合わせできますかと。まあそんなの別にいいんだけど、で、夜7時に会える日は何日ですかって言うから、まあ土日以外はもう夜7時なんて無理なんでね、東京なんて行けませんので、俺は埼玉県にいてギリギリ7時過ぎるかなぐらいのところなんで、まあ、まず無理だよというところで、先に会う約束の、ね、日をね、したいです、設定したいですっていうので、やたらその辺は会いたがってはいるんですが、もうこれ多分食事目当てとか、もう金目当てというかね、もうごちそう目当ての女性だと思うんですよ。いろんな方に多分、写真ではすごい美しい方なので、いろんな男の人を多分アポイント取ってはこういうことをね、やっている形になってると思います。多分そうだと思います。こんなこと普通初対面で言ってこないですね。もうあからさまに最初から私は金出せませんがみたいな、ことを言ってくる。まあ逆に言えばすごい親切な方でしょうね。だけどもう文章自体がもうこれねひどいんで、もう事務的というかもう冷たい感じ。
あったかさは俺はみじんも感じないんですよね。あの他の方と女性と多分 LINE やったことある方は分かると思うんですが、あのやっぱり女子力の高い LINE というのは好まれるというね、男の人に好まれるし、男からしたらやっぱり返したくなるんですけど、もうこの方とかね、あのね LINE 正直ねしたくないです、はっきり言って。で今ねお断りの文章をねちょっと打ってまして、なんだか事務的でちょっと怖いんで、あのご遠慮させていただきます。で LINE の削除ブロック、またはブロックをね、削除またはブロックをして構いませんと。で個人情報の方はこれ漏らすつもりはないんで、なんとかさんってことも俺今言ってませんので、だからねもう、まあ、この方はねえなというところで、まあずっと永遠にそのもう50過ぎてもこんなことやってるわけですから、永遠にさまよっていただいて、もしかしたら既婚者の方かもしれないですよね。もう本当に、まあ、出会い目的っていうかね、食事とかそういうこっち目当ての方がいるという、やっぱり動画他の方も上げてる方いますん で結婚相談所の方もそういうこと言ってますんで、あの間違いないですねこれね、確定ですねこれ、確信犯でしょうね。まあ、だからあのペアーズとか、あのペアーズに限らず他の、アプリ、マッチングアプリやってる方は気をつけてください。店をやっぱりね指定してくるっていうのはおかしいですね、はっきり言って。例えば自分で出すなら分かり、ある程度出しますとか、ね、まあ、割り勘にしましょうとか言ってくるのは分かるんですけど、もういきなり私はお金出せませんが大丈夫ですかというところで私が店選びます、それおかしいよね。だって金出してもらうんだからこっちに店を任せるべきだよね、普通だったら。なんかね勘違いしてんじゃねえのっていうところがあるんで、まあこの花っ柱を折ってやろうと思います。あのお断りの LINE を入れまして、双方でブロックという形で、まあ、こちらの方からブロック先手必勝で、やっていきたいと思います。まあこんななんですかね、婚活本当に本気でやってるとか言ってる割にはこれかよっていうね、まあ俺からしたらね、他の方は違う意見かもしれませんけれども、俺はもう完全にそういう受け取り方をします。これは考え方の違いです。そういう受け取り方をしない人はそれでいいです。でそんななんか堅苦になんか簡単に相手を決めつけるなっていう方もいると思いますけど、それはお前の意見だから俺は聞きません。俺のあくまでも心情としてはそういう形です。こういうやられ方をすれば、こうですよという形です。こういうふうに思う男性もいるよという動画になりますんで、ね、なんかそれはお門違いだとか言ってくるやつがいたら、それはお前の意見だから俺は一切知りませんと、受け付けませんというところになります。まあ当然だよね、こんなこと逆にやられてごらんなさいと、ね、これが許されるんだったら俺はそんな相手とは結婚したくないですね。もうちょっと思いやりのあること、例えばお金を出しませんなら、出さないならあなたの好きな店を選んでくださいとか、多少ねそういう相手を思いやる気持ちというのが、ないと、お互いなんでね、結婚というのはお互い様なんで、いくら女性上位とはいえ、女性だから何でも許されるっていうのはね、もうお門違いなんで、これはね、そんな、なんだろうね、こっちにメリットが何もクソもない、物件を、わざわざ背負い込む必要はないんで、これが男の正直な意見です。これで例えばもうちょっとなんか柔らかい文章で、そういうのがあればね、まだいいですよ。なんかまあ逆に怪しいかもしれないけどね、なんか夜景を見ながら手をつないで歩きたいなとかさ、いきなりそんなこと言ってきたらおかしいかもしれないけど、逆にそういうふうに言う方の方がまだ同じ疑うでも断固拒否みたいな姿勢にはならないです。それは こっちの文章だったら断固拒否になりますんで、まあ、男っていうのは単純な生き物なんですよ。だけどうまくこうやって男を手玉に取らないと、まあ、こういうふうにストレートに返されますんで、俺みたいな、やつがいますんで、だから、アプリやってる女性の方は気をつけてください。相手を思いやる気持ち、少しでもね、わざとなんか演技でもいいから思いやる気持ちを持つ文章を打つ、相手と会うことを考える、それをやらないとね、絶対ダメです。今後一緒に生活してて、こんなの全くね、話になりませんので、絶対すぐ別れることになったりお互い喧嘩することになりますので、それであればもう交わることはねやめといた方がいいと思います。
まあそんな形であの女性とはどうなったのかというところで、こういった結果になりました。今からねあの送信したいと思います。これで送りました。今ね、はい、送りました。お断りの文章でございます。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。